ちょっと入ってこよういこれセット。お、今日7月7日じゃん。うんなんか行かねえで、パチンコでも行くべえかな？ 俺さ釈迦の切り抜きで見たんだけどさ俺も防音室の使い方間違ってたわこれガチャンって閉めなきゃいけないらしくてある程度の効果はあるんだろうけどあれマジであるあるだと思うわクソはめられたカチッって言ってなかったわ俺。 いや多分なんかそういう業者からの説明があったんだろうけど俺ヤマハ直売したからいや忘れがちだわああやまあ太陽に浴びるとさものくそ疲れないでもなんかその太陽光はセロトニン 太陽光に当たるとセロトニンかなんかが分泌されてめちゃくちゃ精神的にいいされてるんだぞただしめちゃくちゃ疲れた今宵は胸がポカポカするなんか。 なんかやべえな俺ここでコメント見るのもう違和感でしかねえわちょっとダメだ変な癖つくわ俺も右の画面でなんか適当に画面1万円んか放送サムネイルかなんかぶっこんどくか 僕の1万円で許してください。ちっちゃ。は <laughs> は、夏何これもうこれでいっか。旧ニコ生スタ、旧ニコ生スタイルでいこう。 なんかももうでも熱中症ギリだったんだろうな、俺今日。なんか頭痛くなっちゃってさ、最後の方。いや、マジで頭痛かった。阪神のサイン盗みに出てた俺、あれはマジで阪神良くないと思うわ。俺、ちょっとね、阪神正直好きじゃん。こんなこと巨人ファンの俺が言うの、巨人ファンに、 嫌われるから超言いたくないんだけど、俺阪神好きじゃん。藤波好きだし。だけど、あれマジでクソだわ。あれはもう本当に正式に謝罪した方がいいと思う。村上に。あれもう本当ゴミだよ。あれ村上超可哀想だわ。矢野監督なんかあんな口調で言う必要はないよな。 あれ、近本もうマジで、多分あれ、再入試してないと思うんだけど、俺。でもさ、普通に、あ,あ、ごめん、ああすいませんでしたって、別に本当に、ね、してません、そういう手癖です、みたいな。あれ、やっちゃいけないからさ。あれは良くねえわ。ああいうのって、普通審判がすぐ止めるけどね。 審判がちょっと大人げなかったな21歳の若者に使う言葉じゃねえわあ審判も止めてたんだへえいや村上があの三類類審かなんかにめっちゃ詰め寄ってそれでなんかすぐタイムかけてみたいな感じだったっけあれできるのすげえわ やっちゃいかんですよ阪神ファンもクソヤジ飛ばしてたけど。うるせえクソガキごめろとやつだ <laughs> そんなクソガキに、ねなんかなだめられてんじゃねえよって。あれ、村上かっこいいね。やっぱダメなもんはダメ。<laughs> ツイッターかなんかの、あの、三塁側目線で見たけど。 ヤクルトベンチで森岡が案の定切れてた、マジか。そのそ、俺そのシーンしか見なかったわ。でもその関係者各位の話みたいなのは、俺まだ見てねえけどさ。あれ絶対、でも、村上みんな擁護すると思うよ。よいったぞ。あれは、矢野監督が悪い。絶対、サイン盗みなんかしてないからね。サイン盗みしてないからこそ、ああ、そう、なんか紛らわしいことしちゃってすいません、ね。なんか、してるみたいに取られちゃう 虎を得られない、あれ。絶対してないよね。いや、さすがに、してるかもしんないけど、あんな堂々とはしてないと思うの。でも、してるって思われちゃうから、切れちゃいけないよね。多分してねえと思う、あれは。いや、多分してねえと思う。<笑><笑>ほ,らほら、ほら、でもしてるってなっちゃうじゃん。俺してねえと思うんだよ。 してるにしても下手くそすぎないあれそう冷静に否定すればまあまあしてねえだろうななるんだけどな高校生とかだと結構あるんだよね正直あのリードするときに なんていうのあ、手ブランブランってしながら、ギリギリのところでやってんじゃん。高校生、甲子園とかだと結構やってるけど、プロ野球であんな下手くそなのは、初めて見るレベルで。だからやってないんじゃないかないや高校生は正直やる。みんなやる。NPP が公式のに阪神注意したらもそうなるよね。 まあでも疑わしきは罰せずだから多分俺やってないと信じてる。まあ、正直な、なんか、や、な、やってたんだろうけど、全球な。<laughs> なんかそのギリギリの、なんか、あまりにも下手すぎる。あそこはやってねえと思うわ。やってるんだろうけど、なんか、ねえ、ダルビッシュも言ってたじゃん。なんかバレねえようにやれよ、みたいな。みんなやってんだから。あの、機,機械使ったりさ。 難しい、なんか変なルールがあんだよ。あんな切れたら逆にな。怪しいもんな。そうアストロズまで行っちゃうと、さすがに避難されんじゃね多分。ゴミ箱ぶったたいたり。まあ、小学校から教えられるからね。セカンドランナーが、キャッチャーの、 あの構えてる方をなんかバッターに伝えるみたいなのは、小学生から教えられるので、ね、野球やってると。多分高校ぐらいまではまじ露骨にある。こうそのプロの世界は、より精密にやってんじゃねえかな。俺は教えられたぞ。そのセカンドランナーになったら、リードの時の、あのー、最後の一本,本目のリードどっちの足から動くかでインコースかどう動かすか教えろって言われて <laughs>、あのー 最終リード、左足から動いたらインコース、右足から動いたらアウトコース、左バッターの場合な、俺の場合。結構や、やるんだよ。たださ、その、だからさ、プロとかになるとさ、毎回毎回サイン変えるって言うじゃん。だから城島もなんか言ってたよな。もうサイン盗まれてるのが分かったから、外角を要求してインコースに構えて、その、外角の時はインコースに構えて、 インコースに立ってみたいな。そういうのがあるらしいぞ。分かってでも打てなかったりするんだよ。プロまで行くとな、打てるんだろうけど。盗塁の時とかも。<laughs> メジャーのネバネバはどう思いますかなんか、それもさ、同じような感じじゃない 松屋にまでは OK だったけど、なんだっけあのメジャーのさ、すごい粘着物。スーパーなんとか。なんだっけあれ。スパイダースタック。スパイダータック。あれ、クソやばいんでしょう俺ちょっと調べてみよう。スパイダータック。 松屋にまでだったらオッケーだったのになんか松屋にも使ってない選手がふざけんじゃねえぞなんで俺使ってねえの、ね、にてメラ使ってん、ね、のじゃあ俺も使おうかっつってスパイダータックみたいに使ったんでしょあれもみんな使うでしょみ,みんな使ってんでしょスパイダー えー、現物触ってみてー鳥持ちみたいな感じだ多分これだけども松屋にから取り締まったすげえ高性能の粘着物みたいなのがどんどん開発され,発されてってじゃあもう全部取り締まろうってなったんだよな スパイダータック。メジャーリーグの契約してる、日本だったら水野じゃん。メジャーはボール誰だ、どこだっけなすげえしょうもねえ。ボール使ってんだって。しかもメジャーリーグだけロ。ローリングスえローリングスがあんなそ、粗末なボール作ってんのローリングスなんて超超、 一流グラブじゃねえかよ。ローリングスなのローリングスってめちゃめちゃいいグラブメーカーよ。いや、ローリングスのグローブぶっちぎりで一番いい今。俺たちが若い頃ローリングスなんて正直なんか微妙だったけど、グローブはもう本当にやっぱ天下一品。 でで、もそのボールがクソなんだってで上原とさ川上憲伸が喋ってる雑談魂で聞いたけど 3A とか 2A とかシングル A とかルーキーリーグとかは日本の水野のボール使ってるからめっちゃいいボール使ってんだってでそのメジャーリーガーが調整で降りてきた時だけちょっとメジャーのボール使わしてっつってそういうのもさ大人の利権が絡んでんだよ 利権がクソ絡んでんの 3A をメインで戦ってる人は多分日本のボール使って水野のボール使ってるって言ってたよただそんな水野も2011年2012年はとんでもないことしてたからね低反発球みたいなの作って加藤良造 日本三大加藤がいるわけよ。加藤良造、加藤純一、加藤光一。それがやっぱもうみんなも言わずもがな。日本三大加藤じゃん。そのうちの一角一角がもう一時期地に落ちてたんだよね。<laughs> 加藤良造氏っていうのが自分のボ <laughs> で、あれさ、今思えばさ、ひどい話じゃないプロ野球の、この、 ボールあるじゃん。このプロ野球選手が使ってるボールだよの、縫い目があって、ここに加藤良造って彫ってあるんだよ。<laughs> どんだけ <laughs>、どんな自己顕示欲って感じじゃないその使ってるボールが、その、規約より反発係数がだいぶ少なくて、ホームランがピタッと止まって、 ピッチャーの防御率がめちゃめちゃ了解して、これおかしくねってなって、ファンの方とかからも、いや、おかしいおかしいってクレームが入って、調べたところ、反発係数を下回ってた。それが2011年、2011年、12年の、違反球か。低反発球。加藤良三ボールって言われてるやつだな。 だからこの年にた、おそらくダルビッシュが2011年に、12年か !47 イニングス連続無失点。あれ多分、カネアンが1位で多分60イニングとかじゃん。65イニングぐらいか。ゲなんか最近のさ、近代プロ野球の中だったら藤川球児が46イニングダルビッシュが45イニングとかやってんだよ。あの、タイラがさ、<laughs> あのね、あの、セーブのあいつが、 肉薄してたけどそれにそれ以上の無失点記録を作ったのがおそらくこの年だなとんでもなかったんだよ本当にだからその2010年まではむ だ巨人でいうとこの小笠原道博とか、日山から巨人に来た小笠原道博とか二2010年まで 3, 3割30本打ってたのに、2011年に急にホームラン打てなくなって、ねえ、12年、一時期中日行って復活したけど、思ったんだよなそれで辞めた選手いっぱいいると思うわ。中日の和田とかも、まあ、中日の和田もうちょっとあったけど、 ガクーンと落ちちゃったり、ただ、おかわりくんだけはホームラン48本打ちましたけどね。この年に、なんか普通の球使ってたら、おかわりくん60本ぐらい打ってたんじゃないか、みたいなのも言われてる。いや、大谷もピッチングやってるときは多分、使ってると思うわ。でも、その、なんていうの、違反的なものは使ってないよ。めちゃめちゃ最近制球苦しんでんじゃん。 もう完全に取り締まられたから今は使ってないんだと思う。確かにスパムがすごくすごくなっちゃった。気づくのが遅すぎた。<laughs> 今気づいた。ごめんね、俺野球に熱が入っちゃってた。見てください、皆さん。警察に通報してください、このバカ、たわけを。これ、スパムパラダイスになっちゃいました。 スパパラ。流れ星みたいな。通報しました。あと俺一個マジで気に。おいちょっと待って俺さ、巨人軍にクゲを呈していいおい隅谷のあれさ、どうなってんの マジで。あれ、住谷からの要望だったら俺は、いいけど、あれはマジで、もし巨人が出したんだったら頭おかしい。いや、マジで頭おかしい。ふざけてるよ。しかもさ、住谷ってさ、一軍の、 普通に、まあ、レギュラーはもちろんね、今は違うけど、戦力として数えられてるでしょあれ。え、だったら小林も出してやれよ。いや、キャッチャーな、住田にいらない、球団なんてねえんだよ。住田にいるんだよ。しかもさ、FA で来たんだよ。 いや、だか、本人が、いや、ちょっと出番も少ないし、まあ、楽、で、楽天も別にキャッチャー全然いないってわけじゃないけど、なあ、その、ちょっと出してくださいって言ってんだったら、たまにやるじゃん。国防が、その、巨人に来た時も、大阪、大沢春さんが、大沢春監督が口聞いて、で、まあ、まあ、ごチュウちゃん揉めてたから、その巨人に行けるよっつって来たじゃん。 そういう、なんか本人が嫌がってない、だったらいいけど、俺なんかそうとは思えねえんだよな。本人の希望もあんのいやでもさ、自分だったらだよ。まあもちろん楽天ってすげえいい球団だし、お金も持ってるし、選手にも素晴らしい対応するから、ね、巨人と楽天ってしかも仲いいし、 あいつとかもみちのくのいの一郎仲いいからいいんだけど言わざるを得なくないそうやっていや高梨ウィーラーのお礼みたいな気持ちで炭谷あげたんだったら隅谷かわいそうだわ俺正直ね炭谷銀次郎に3年3億あげてる巨人は頭おかしいと思ってたけどでも来てくれてさしかも戦力としてあんなに頑張っててさなんか俺 と橋本いたる申し訳ないわ。マジで。しかも、うつみ出してんだよ。住谷が小林だったら、お前、小林あげるべきだろうが、お前。一割打てねえんだから。もこうと同じだっだからだ、打率が。だって、もこうとユ太ータの方が打率高いんだよ、小林より。 お前、隅谷と小林だったら、いや、だから俺なん、それの、それも意味が分かんないの。隅谷か小林だったら、小林あげるべきじゃん、戦力的には。それがプロの世界なんだって言われたら納得できるけど、隅谷と小林で天秤かけて、隅谷出したっていうのがちょっと俺よく分かんないんだよな。いや、生え抜きなの。いやでもさ、FA で来なくなっちゃうよ。ほんとに。FA で来なくなっちゃうよ。 いやだから石井和久がほしほ、ね、欲しがったっていうのもあるだろうけど、<laughs> お前日韓現代と同じこと言ってる <laughs>。いやでもやっぱさ、悪いじゃんなあだって住谷もさ、そりゃあわよくば巨人、痛い,いでしょそりゃそうでしょ じゃ、楽天、いやで、いい、いい、いい補強だよ。じゃ、だったらね、しかもさ、金銭もなし、選手もなしでしょ無償トレードでしょ金銭はもらってんのあ,あ、よかったよかったよかった。いや、それ別に1円でももらなきゃダメで絶対。そして三谷も失礼だから。 よかったそれだったらよかったなんか俺速報で見た時「住谷無償トレード」ってなっててマジで言ってんのか俺と思ってでも俺ねえその巨人時代は住谷なんか使うんじゃねえよと思ってたけどいざいなくなると心細いでも一番楽天が出れんじゃねえの いや、西武ファンにも申し訳ないよね。小林は菅野と山口がいる限りトレードには出さないともいや、でも、菅野も最近言ってたぞ。小林、小林じゃなくなってたぞ。あ、まぁ、あ、しかも日ハムと巨人も仲いいから、日ハムに出すっていう選択肢もあったんだろうな。いや、でも、今年のハムに出してもいいことねえだろ、お前、そんな。 今年のハムにさ、何をするのだったら楽天だろうが、住民谷のこと考えても。それ意味ないって。来年でいいだろ、日ハムなんて。オリンピックの加藤ジャパン決めてください。もうほん、俺が決めていいんだったら巨人選手一人も出てほしくないわ。もう心配。なんか、変なこと起きそうで。もうさ、 休んでほしい正直 <laughs> ものすごい心配まあでもまあこうか不幸か坂本ってちまあねちっちゃいって言ったら失礼だけどとち,ょちょこ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 怪我して1ヶ月ぐらい休むから今は別にそんな体調悪くないだろうけど心配だわ坂本マジで怪我しそうだってもう源田でいいじゃん ちょっと休ましてやってくれよ。な、坂本翔とサード源田とかやったらマジで頭悪いわ。もう翔と源田でさ、坂本もファーストでいいもんじゃ。山本由伸とかさ、もうでなんかちょっともったいねえと思っちゃうわ。しかも今年、本当はさ、な、何んの憂いもない東京オリンピックだったら頑張れってなるけど、なんか今回のオリンピックで憂いしかないからさ、すごく心配だわ。 あと、大谷のホームラン競争とか、もう出ねえでいいよと思っちゃう。これはね、もう、選手の記録中の俺は、すごくやっぱペナントレースに影響を与えるのが怖い。今年の大谷なんてもう一日でも休んでほしい。なんかさ、変なさ、都市伝説みたいな噂いっぱいない。メジャーのホームラン競争。過酷すぎて、あの、みんな辞退するって。 すげえ心配だわ。あれ。オールスターは別にさ、DH とか出てもいいけど。だから、その、ホームランバッターみんな辞退するっていうじゃん。なんかすごい過酷なんでしょ俺ちょっと、メジャーのホームラン競争わかんないけど、どういうあれなのどういうあれなの ?4 分間打ち続ける あーなるほどいやそんなのさボルトリールと何で見えちゃっそんなにバカなのいやバカじゃねえんだよすごいんだやっぱなあ見せ物出し物だからまあでも大谷クラスだったらさそういうのもね 大丈夫だと思うけど心配本当に賞金1億円いらねえだろねじゃんお前25億ぐらい持ってんじゃなきゃみんなちょっとこんなこと言ったらね怒られちゃうけど早めにまあその出てる出たぞっていうのを残して負けて笑顔でなんか記念にしてほしい <laughs> 4分で1億だぞ <laughs>。いやでも、それを、あんだけど選手が辞退してるっていうのがやっぱ、物語ってるよ。だって、ホームラン王を取ったら1億どころの騒ぎじゃねえぞ。お前だって言ってたぜ。あの、ニューヨークかなんかのニュースが、来年の大谷の年俸70億だとか言ってたぞ、お前 <laughs>。おい。年俸70億だぞ聞いたことねえよ年俸だぞ聞いたことねえよ 遠方70億だって言ってたよ。迎えに来ました <laughs>。あの、大谷論議に花が咲いちゃいました。ちょっと俺ね、いや、マジで、ほんとに、最後に一つ言わせてくれ。もう、俺たちが生きてる間、メジャーリーグで、日本人が、まあまあ、あえてこういう言い方しましょう。純日本人が、ホームランを取るなんて、もう、 多分、ないと思うんです。最後のチャンス。来年の大谷翔平が俺取れると思わないの。もう、こ、今年だけだと思った方がいい。もう全てを犠牲にしててもう、もう今年だけはもうピッチャーやらんで、来年からやろう。僕、ガチだから。本当に。<laughs> <laughs> 大谷は韓国人だぞ。<laughs> ほら、取ろうとするでしょう。まあ、この話はちょっとまた後で今度決めましょう。 大谷翔平は日本人なのか韓国人なのかっていう話も帰ってきたからしいよう。ちょっと油断すると取られちゃうからな。あの島みてえに。ただ僕の意見を言わせてください。大谷翔平は韓国人じゃないです。日本人だと僕は思います。<laughs>